自分が本当に個人で行く場所っていうのは気楽なところがすごい好きですね。気楽でもう本当に最近は本当にできたら歩いていけるような場所がだしもが好きだし、フランス料理みたいなものっていうのは本当に年に何回かしか食べなくなったというか、で今うちの近所にある店で、中華の店なんですけど、ちょっと変わった店で、5,000円の中で何ていうか、なんか7、8品ぐらい料理好きなように選んでいいんですね。楽しみ料理も好きなように頼んでいくて、でなんかすごい美味しいし、素晴らしい料理なんですけど、なんか一人の方がやってらっしゃるってだからできると思うんですけど、そういう不思議ななんか店があって、そこはちょっとおすすめですね。はい。基本的には喫茶店とかカフェみたいなところで書くことが多くて、でそれで使っているのはポメラっていう、なんというか小さなパソコンというか、今昔で風に言うとワープロみたいな書く専用の機械があるんですけど、それを使ってます。そうですね。まあ美味しいものを食べたりするっていうのもいいんですけど、私は逆になんかいいことあった時の方が結構いろいろ美味しいもの食べたいなっていう方なので、もう落ち込んだりとか辛いことあったらとにかく寝るっていうか、寝るとちょっとずつこう記憶が薄れていくので、そういうもうただ寝るだけっていうシンプルな方法ですね。そうですね。なんか本当に最近欲しいものが全然なくて、もうなんかそれがすごく悲しいんですけど、なんか若い頃と違って全然欲しいものがないんですけど、でなんであれなんで難しいんですが、最近買ったものの中ですごい良かったのは冷凍庫買ったんですね。冷凍専用庫を買って、そんなに高いものじゃないんです。3万とかぐらいで買えるので、ですけど本当にずっと欲しかったんですけど、何年もずっと迷っていたんですが、買ってみたら本当やっぱすごく良くて、いろいろこうまとめ買いしたものとか業務スーパーで買ったものとかをいっぱい入れておけるんで、もうすごく幸せで、いいものを買ったなっていうふうに思ってます。そうですね。なんか本当にどの町も全部いい場所で本当にありがたかったなと思うんですけど、でただやっぱり基本的には東京っていい町だなってやっぱり思いますね。なんかとてもなんというかいろんなものがあって、で確かにごちゃごちゃしてるとかいろいろあると思うんですけど、本当になんか下駄履きで普通に立ち食いそばとかがさらっと食べられるような街がいいなっていうのはとてもあるので、いいなと思うんですけど、まあ今まで住んだことはないんですけど、最近いいなと思ってるのは福岡とか博多の辺りとかに結構作家さんとか漫画家さんとか住んでるっていうのを聞くと、やっぱり街の規模がちょっと小さめで、東京よりはちょっと小さめで、でどこに歩いてどこにでも行けるし空港も近いみたいな話を聞くと、ああすごくいいなっていうふうには思います。でも基本的には今住んでる東京は割といい街だなと思ってます。小さい時からずっと学校の先生になりたいっていうふうにずっと言ってたんですけど、まあそれは一つにやっぱ本読むのは好きなんで、まあ国語の先生とかになれたらいいなっていうのはあったんですけど、多分ちょっと小説家になりたいっていう気持ちは絶対なかったわけではないと思うんですね。ただなんかそれを言うのが恥ずかしかったし、なんか自分でもとてもとんでもなく大きな夢だと思ってたんで、それで言ってなかったとは思うんですね。ただあんまり自覚言ってはなかったけど、やっぱり小説家になりたいという気持ちは全くなかったわけではないと思います。ラジオを特によく、まあ聞いてなかったわけじゃないんですけど、昔からよく聞くようになったのはまさにその創作ラジオドラマ大賞を取ってから
ですね、ラジオとしての表現っていうのはどういうものなのかっていうのを勉強したくて、結構その時に落語を聞きに行くようになったりとか、それから、まあ、ラジオ、すごい深夜ラジオを聞くようになって、そしたらすごいやっぱり面白かったん で今でもやっぱりその時に聞き始めたジャンクとか、伊集院光さんが月曜日にやってらっしゃるジャンクとかはよく聞きますし、最近は結構ラジオのアプリがいろいろあって、ゲラとかそれからオーディとかラジオのアプリで、いわゆるラジオ局がやってるのではないラジオなんですけれども、いつでも聞けるのですごく重宝してていろいろ聞いてます。そうですね、なんか例えばお寿司とか、何ですか、うなぎとかそういうものを食べたいなっていう気持ちもあるんですけど、でもやっぱりそういう時ってどんな状況かわからないですけど、なかなか外にご飯食べに行くのが難しいんじゃないかなと思うんですよね。でそう思うとやっぱり自分が作ったものが食べれたらいいなと思ったりとか、あとは簡単に何て言うんですかね、例えば卵かけご飯みたいなもの、簡単にできてすごく美味しいものみたいのを食べるんじゃないかなってちょっと思います。はい、多分なんですけど、私今の人生ですごい良かったなって思うのは、やっぱり小説を書いて小説家になれたことっていうのはもう何よりも本当に信じられないような幸福だなと思ってるんですね。それは慣れたっていうのはすごい、もういろんなこと、今までの過去の自分の全ての状況とかいろんな偶然とか幸運とかが合わさって今の状況になってると思うんで、それを変えたくないんですよね。もう嫌なこととかももちろんあったし、たくさん辛いこともあったんですけど、でもそれを一個でも変えたら多分今の自分にはなってないと思うんで、過去の自分になんか例えばあなた作家になるよとか言ったら、もうそれを意識しちゃって多分今の自分にはなれないと思うんで、もうなんか多分何も言わないと思います。はい、普通だと私なんかの年代だと、まあ60歳ぐらいが昔から定年だった時代なんですよね。それでふと50歳になった時に、あと10年ぐらいだなって思って、なんかそう思ったら結構気が楽になったというか、なんか小説家としてもずっともう走り続けてきてたというか、まあそれほどではないか、なんかでもまあちょっと頑張ってきたんですけど、なんかそしたらあと10年でいいんだと思ったらちょっと気が楽になりましたし、10年小説家がもしできたらものすごく嬉しいなと思ったんですね。もう自分の人生としてはもう200点だなと思ったんですけど、でなんかすごく状況が変わって、なんか当時はだったらいろんなこう将来を描いてたと思うんですけど、なんかちょっと今なんか70歳ぐらいになったら自分がどうなるのかっていうのは逆に見えないっていうか、どうしていたいのか、なんかちょっとなんていうんですかね、人生設計が狂ったっていうと変なんですけど、変わったなっていうふうに今考えていて、だからちょっと76歳の時にもちろんなんかのんびりした生活とか豊かな生活を送りたいみたいなことはあるんですけれども、今ちょっとどうしたいのかっていうのが見えてない状況です。すいません。